猿田彦神社。お御田では豊作を祈って早苗を植えるお祭りが行われます。猿目神社。雨のうずめの御事を祀っています。八角形の大鳥居。八角は方位を意味し、方位よけの御神徳があります。宝石。本殿は二重破風の妻入り造りです。猿田彦神社の主神は猿田彦の狼、相殿は太田の御事です。猿田彦の狼は荷逃げが天孫降臨の時に先導役を務めた神様です。荷逃げ一行が地上に降り立つ道中、道を塞ぐように眩しい光を放つ巨漢の神が立っていました。身長は2メートル以上、赤ら顔で鼻が大きく、天狗のモデルとも言われています。その姿から外国人、渡来人の神様という指摘もあります。ニニギは猿田彦に道を譲ってもらいたいと思いました。そこで同行していた女神、雨のうずめが猿田彦にお願いしたところ、案内役まで買って出てくれました。ニニギを高千穂まで案内した後、猿田彦は雨のうずめと伊勢で共に暮らすようになりました。雨のうずめと仲良く過ごしていましたが、ある日猿田彦に悲劇が襲いました。海に潜って漁をしていた時、大きな貝に手を挟まれて溺れ死んでしまったのです。いろいろな民族信仰と結びつき、雨のうずめとともに道案内の神として道祖神となりました。道祖神は峠や辻、村境などの道端にあって、悪霊や疫病などを防ぐ神様です。丸石、陰陽石、男女二体の石像などを御神体とします。猿田彦には他にも様々な別称があります。後進の神、後進様。後進信仰は中国から日本に伝わり、室町時代頃には民衆にも広がりました。それとともに本来の姿からかなり変わって、後進様として信仰されました。現在では後進の日に、後進信仰が由来の夜通しの宴や後進祭りを行っています。後進の日に眠ると、人間の体内にいる三子虫が天に昇って、天帝にその人の悪事を告げ、寿命を縮めると伝わります。
そのため、更新の夜は眠らずに過ごすという風習が行われていました。更新の日は、えとが60で一回りするので、毎年6回あります。更新様は、神社、神道と、寺院、仏教で違う神様として祀られています。民間で信仰されていた道祖神や仏教では正面金剛、神道では猿田彦が同一視されるようになりました。巷の神。道の分岐点を守り、邪霊の侵入を阻止する神様です。また、旅人の安全も守護します。天孫降臨の時、天の八幡に出迎えて先導したことから、猿田彦の衣装となっています。独人。陰陽道で土を司る神様です。春はかまど、夏は門、秋は井戸、冬は庭にあって、その季節にその場所を動かせば、祟りがあるとされています。仏教における普賢菩薩を本寺、本来のあり方とするとされています。冴の神。村や部落の境にあって、疫病、災害などをもたらす悪神、悪霊が集落に入るのを防ぐ神様です。いにしえより、牛馬守護の神、豊穣の神としてはもとより、みそぎ、魔除け、厄除け、道中安全の神として信仰されています。白髭大明神。滋賀県高島市に鎮座する白髭神社の別称です。猿田彦の御事を祀っています。琵琶湖の湖中に建てられた大鳥居は白髭神社のシンボルとなっています。椿大明神。全国各地に存在する椿神社では椿大明神を祀っています。三重県鈴鹿市に鎮座する椿大神社のご祭神は猿田彦の大神です。太田の御事、猿田彦の神の子孫です。水仁天皇の御代、伊勢に到着した大和姫の御事に、五十鈴川の川上を、天照大神の鎮座の地であると教え、土地を献上しました。五十鈴川の川上の地主神です。宇治の土君の祖です。宇治の土君は神宮に代々奉職していました。宇治の土君が邸宅内の屋敷神として祖神の猿田彦を祀っていました。古殿地。拝殿正面に昔の本殿跡を記し、方角を刻んだ八角の石柱があります。方位は十巻十二支で記され、猿田彦が鎮座していた神聖な場所です。道開きの御神徳があるとされています。絵馬には導きの舞が描かれています。小宝池。
さざれ石。小型の木。